衝撃、平野章、恐怖を乗り越える。有明公演の裏側。FNS 歌謡祭夏、平夜×クレバのコラボ予想。有明公演が火をつける新たな可能性。有明公演の二日目が終わり、ファンにとって忘れられない一日となった。今回の公演では、特にカメラが入っていたことが話題となり、世界中のファンに向けて配信されるため、その準備に余念がなかった。 そのため、MC やパフォーマンスにも一層の工夫が凝らされ、特に平野翔が恐怖する演出が取り入れられたことが注目を集めた。この演出がどのようにして公演を一段と魅力的なものにしたのかを掘り下げてみよう。公演初日とは異なり、二日目の MC は観客とのインタラクションが一段と豊かで、ファンとのキャッチボールが多く行われた。その中でも特に印象的だったのが、 平野が子供たちに向けて大きくなれよと声をかけるシーンだ。これは単なる一言にとどまらず、彼の優しさと親しみやすさを感じさせる瞬間であった。また、カップルに対して、俺たちの曲でもっと熱々にしてあげるからと言ったり、会場全体を巻き込んだユーモラスなやりとりが続いた。さらに、公演中にノーエスが好きだと答えたファンに対し、騎士がアカペラでサビを歌い、 即興でダンスも披露した場面は観客を大いに沸かせたその後棋士が歌詞を間違えたことを指摘するやり取りもありライブならではの楽しさを感じさせるエピソードが続いたまたファンネームアイリーズに決まったことについても触れられ観客に他の名前のアイデアがあるかを尋ねた際誰も答えなかったことに対する棋士の反応も笑いを誘ったこれらの MC やパフォーマンスの中で 特にに印象的だだ。ったののは、平野が恐怖を感じる演出についての部分だ彼の恐怖心を引き出すことで観客に一層の緊張感と興奮を与える演出がどのようにして考案されたのかそれがどのように公演のクオリティを高めたのかについても詳しく探ってみたいこの演出の背景にはチーム全体のクリエイティビティとプロフェッショナリズムが感じられ公演を成功させるための細かな工夫と努力が垣間見える さらに7月3日に放送される「FNS 歌謡祭夏」についても触れられ平野とクレバのコラボレーションがどのような形で実現するのかについての期待が高まった一部の記事では平野が単独でコラボする可能性が示唆されている一方で他の記事ではナンバーアイ全員とクレバのコラボが予想されているこのような情報の違いからファンはさまざまな予想を立てつつ楽しみに待っている状況だ このコラボレーションが実現すれば、どのようなパフォーマンスが披露されるのか、どのような新しい一面が見られるのかについても興味が尽きない。公演二日目のもう一つのハイライトは、世界配信のための撮影が行われたことだ。この撮影によって、世界中のファンがリアルタイムで公演を楽しむことができるようになり、ナンバーアイの魅力がさらに広がることが期待される。この世界配信の準備にあたっては、 細部にわたる綿密な計画と調整が必要でありその努力がどのようにして身を結んだのかについても興味深いエピソードが多いまた公演を通じてファンとの絆が一層深まったことも大きな成果だ観客との対話やリアクションを通じてナンバーアイのメンバーがどのようにしてファンとの絆を築いていったのかその背後にあるストーリーにも注目してみたい例えば平野が子供たちに語りかけた言葉や 騎士が即興でアカペラを披露したシーンなど、これらの瞬間はファンにとって一生の思い出となるだろう。そして、これらのエピソードを通じて、ナンバーアイのメンバーがいかにして観客との距離を縮め、一体感を生み出しているのかがよくわかる。さらに、ナンバーアイのメンバーが公演に向けてどのように準備を重ねてきたのか、その過程についても掘り下げてみよう。練習やリハーサルの様子、 メンバー間のコミュニケーションや協力体制など、公演を成功させるための努力と情熱がどのようにして形となったのかについても詳しく述べたい。また、ファンからのフィードバックや反応が、どのようにして次の公演に生かされているのかについても興味深い視点だ。例えば、2日目の公演で見られた新しい試みやアレンジが、初日のフィードバックをもとにどのようにして改善されたのか、そのプロセスを知ることで、 ナンバーアイの進化と成長を感じることができるだろうさらに今回の公演を通じてナンバーアイの魅力がどのようにして世界中に広がっていくのかについても考えてみよう世界配信によって新たなファン層が生まれ彼らの音楽やパフォーマンスがどのようにして国境を越えて愛されるようになっていくのかその可能性についても触れてみたいこのように 有明公演二日目は単なるコンサート以上の意味を持つ一日となったさて有明公演の二日目についてさらに詳しく掘り下げていこう公演終了後ファンやメディアからは多くのフィードバックが寄せられその反響は非常に大きかった特に注目すべきは平野省の恐怖をテーマにした演出についてだ平野の恐怖心を引き出すことで 観客に一層の緊張感と興奮を提供するこの演出は、どのようにして生まれ、実現されたのか。その背後にあるストーリーを探ってみよう。まず、平野が恐怖を感じる演出がどのようにして考案されたのかについて。これは、ナンバーアイの演出チームが一丸となって取り組んだプロジェクトであり、平野のリアルな感情を引き出すために綿密に計画された。演出の一環として、 暗闇の中で突然現れれれるエフェクトや、予期せぬ音響効果が取り入れられた。これにより観客も平野と同じ恐怖を共有しより一体感を感じることができたこの演出が成功した背景には平野自身のプロフェッショナリズムも大きく影響している彼は自身の恐怖を克服しつつパフォーマンスを完璧に遂行するために何度もリハーサルを重ね その過程でチー平野の努力と情熱がこの特別な演出をより一層引き立てることとなったのだまた公演全体を通じて感じられたのはナンバーアイのメンバーがいかにしてファンとの絆を深めているかという点だ公演中の MC やパフォーマンスを通じて観客一人一人とのコミュニケーションを大切にしその瞬間を共有する姿勢が強く感じられた 例えば子供たちに向けての「大きくなれよ」という言葉やカップルに対しての「俺たちの曲でもっと熱々にしてあげるから」というメッセージはどれもファンへの愛情と感謝の気持ちが込められている公演終了後 SNS やファンサイトには多くの感想やコメントが寄せられその多くがメンバーとの交流やパフォーマンスに対する感謝の言葉で溢れていた特に平野の演出に対する反応は非常にポジティブで 多くのファンが彼の勇気とプロフェッショナリズムに感動したことがうかがえるナンバーアイのメンバーがファンとの絆を深め新たな挑戦を続ける姿勢が多くの人々に感動と勇気を与えたことは間違いないそしてこれからも彼らの成長と進化が続くことを期待しつつ次回の公演やイベントに向けてますます目が離せなくなるだろう皆さんもぜひ次回の公演やイベントをチェックして ナンバーアイの魅力を体感してみてほしい。それでは、今後の彼らの活動に注目しながら、引き続き応援していこう。最後に、皆さんに問いかけたい。この講演を通じて、あなた自身が感じた感動や喜びは何だったのか。ナンバーアイのメンバーとの思い出やエピソードをシェアしてみませんか。その一言が、他のファンにとっても大きな励みとなることでしょう。ぜひ、 コメントや SNS を通じてあなたの声を届けてください。それでは、また次回の講演でお会いしましょう。